前回のカズクラ、いよいよカズの海底神殿出撃編。地図を手に入れ向かってみると、なんともまあ近いところに。ただ久々に行ってみるとめちゃめちゃ強いじゃねえか。よし、今日は成仏なしで攻略してあります。はい、どうもこんばんは。もうハゲちゃった、ハゲちゃった。ちょっと頭のパーツないぞ。うん、あれ食料もないな、少ないな。じゃがいもどっか捨ててあるわ。消えた物件やろ。なんかあるじゃがいもできない。あ、違う。完全になくいたな、これ。これいけ、じゃがいもやないやん。やだもう。まあ、というわけで本日はですね、こちら攻略ねしていきたいなと思います。はい。でもこの雑草がね、なんか嫌な感じだよね、これ。こんなになんで雑草生えてんの、これ。汚い。痛い。めっちゃお前ダメージ受けてるやん。お前。はい。まあ、というわけで、まあ、張り切っていきましょう、ここ。はい、これに綺麗にしていきます、綺麗に。よろしくないね、こういうの。お、汚な。昆布だらけ。あ、じゃがいもじゃね、これ。あ、落ちた。ベイクドポテト。今回の食料源、落ちてましたわ。あ、成仏した。頭がない状態ってのがね、もうだいぶしんどいとは思うんだけども、ここでね、今回のポイント、金がね、いっぱい手に入りそうなんで、これはね、なかなか良きだと。次のアップデートで、金がね、かなり、重要でもないけど、ある程度、ちょっと重要になってくるからさ。待って、昆布もこれなんかもったいないよな。いや、もうあんまもったいなくねえかな。もうこんなもんね。もういらねえ。あ、ぽい。さあ、レッツ。うわ、めっちゃ湧いてる。もうやだ。中の方が安全あるあるだね。さあ、というわけで、ね、これ一回四角に入りながら、ね、ボッコボコに、行きましょう。あ、いいよ。はい、スイースタカタタタタイーと。ボスはどこにいるのかなーと。いったい。うわ、めっちゃいるやん。多いよね、やっぱ。いや、でもここもね、なんだかんだありきたりな感じにはなってきたからね。また将来的にアップデート。あ、すげえ、焼きタラが手に入った。そっか、これ炎のなんかついてるんけ。そうだ、火属性ついてるからだ。おいー、あ、すごいよ。一体一体ずつ相手をしてやろう。はい、いったー、でかいの。お命ちょうだい。これ行くんじゃね。注意せ。あー、お命ちょうだいしたいけどな。お命ちょうだい。この一人一人をね、しっかりと成仏させればね、怖いことはないんだよ、これ。うわ、お前強いのね。あ、気持ちいい。ちょっと攻撃強いね。ちょっと気持ちいいじゃん、お前の攻撃。お前ちょっと強いじゃん。お前だけちょっと強いって聞いてねえし。ただお前味方に見捨てられたみたいだな。こんな暴君ごっこばっかしてるから見放されるんだ。ほら、よし。わっ、ナイス。とりあえずタラちゃんも手に入るからね、こいつ倒すと。もうお腹減って困ることはなさそうだべ。スイースタカタタ。うわ、めっちゃいる。一体ずつ来い。まず一体ずつ来い。いっぱいすぎ。ダメだと思う。なんかビームのエフェクトも変わったんやね。なんか泡みたいになってる。このはぐれたやつからな。このはぐれたやつからいくから。あー、気持ちいい。ちょっとダメだと思う、そういうの。群れるのダメだと思うよ。ほら、ちょっと待って、これ編集大変なんだから。ほら、めっちゃ出てる。おし、めっちゃいるやん、お前ら。いた。一人ぼっちのボス。お前一人1対1の。あっちゃっこいい。マジその威力おかしいでしょ、頭。お命ちょうだい。一回四角に入るとお前攻撃できないって知ってるぜ。あし、あ、また。あれ、挟まってん。ない。またスポンジ的に。今スポンジなんか今上行ったよね。あった。おーし、よし。あとは1体だけだ。どっかに上の入り口があるはずなんだが、上の道がねえんだけど、牛乳ないから確かめれないんだけど、これ成仏してないか、もしかすると。ちょっと待って、この呪いあと40秒だから、これちょっと待ってみよう。トイレ。カズクラ。呪いかかってない。感じ、あいつやられた。あのボスやられましたわ、これ。まさかのコンジット成仏きましたね。じゃんじゃん。というわけで、まあ今から、まあ掘り掘りタイムでね、いきたいなと思います。ただ部屋がなかったような気するんだけどな。うわ、かわいそうあいつ。誰にも注目されないまま終わっちゃったんだな。コンジットに近づきすぎてダメージ受けて終わったんだあいつ。うわ、かわいそう。では大切なね、これ資材なんで、これもまたでまだ一応ね島国なんで、おやおや何やつ。じゃあここら辺の部材もね集めつつ、痛い。とりあえず金ですな。金をゲットして終わりますか。ないもんな。スポンジ部屋。あ、こんにちは。お前のボス、変な成仏のさせ方してほんとごめん。さて問題はこの部屋だ。問題はこの部屋になると思う。一体ずつだ。その中にある金が欲しい。すごい。もう絶対わざとでしょ、この部屋の多さ、これ。あ、すごい。あ、すごい。コンジットもう一個ここに置きたい。ここに。嘘でしょ、これ。この泡ブクブク嘘でしょ。嘘だって、この多さはちょっと。どうやったらいけんの、これ。こんにちは。こっち来ないですか、誰か。手に余ってるんですけど、多すぎて。この上とか挟まれると、意外と、この上意外と安全。やべ、安全地帯見つけた、意外と。中だけ抜いて帰ろうかな。中だけね。あー、ごちそうさまです。しっかりと、確かにいただき、もうそう、これは。あー、ごちそうさまでござった。あー、満腹じゃー。あとはコンジットをね、取り返して、ね、ちょっと帰りたいとこでございますな。よいしょ。こんにちは。おい、やられてる、結構やられてんね。めっちゃ浮いてるじゃん、ここ。地味にみんな、これめっちゃやられてるじゃん。いいっすか。返してもらうよ、コンジットさん。これ勝ってんだよな、これが。返して。硬すぎだろ、これ。お、やっと壊れた。手に入ったっけ？オッケー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 。なんかカエルビか。いやー、ほんとあいつは強かったわ。あっちゃんな。よいしょ。あー、というわけで、いやー、ぶち勝てましたね。ほんとあいつら危ない。なんか久々に水抜きとかもやってみたいけどな。超めんどくせえかんな、水抜き。なんかアップデートでね、簡単な水抜き方法出てくるといいんだけども、まあそう、人生、ね、楽ではございません。はい。だからぼちぼちね、今後も、行く次第でございます。さあ、村戻って、まあ、ちょっと裏倉でね、マウギーさん用木材。それでもカットしますかね、マウギーさん用木材。ふぅ、帰ってきたべー。なんだかんだこれが目印になってるっていうね。あ、ヒカキンくんも生きてるね。よかったよかった。村に帰ってきました、村の方にね。よっこいしょ。でござる。よっこいしょ。さあ、というわけで、本格的に倉庫がね、もう足りなくなってきた、今日この頃でございます。足りないよね、完全にね。一旦ここにね、これ預けておいて、はい。で、こうしてる間にも、うわ、あ、そっか、これいっぱい、ずっとやってたんだ。あー、すごい量の、ね、まだまだ、ね、バチバチに焼いておりますね。もう上もパンパンなんだよ。もうパンパンなんだよね。いや、ほんとすごいこの装置。はい、というわけで本日はこんなところでね、また、これから村発展ですね、ちょっと落ち着きましたので、村の発展の方、次からしていこうかと思います。というわけで本日はこんなことでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。